ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者が光り輝く高齢者になるための起爆剤情報を配信しているところでございます。今日は2024年3月の7日木曜日です。今日も3冊シリーズを行っております。まず第1弾は、斉藤ひとりさんの読むだけで心が軽くなる幸せの言葉というね、言ってみたいと思います。今日はですね、だいぶいきまして今日は第4章に入っていきますが、第1章はあなたを幸せへ導く言葉というね、第2章が勇気と元気が湧いてくる言葉、第3章が仕事がうまくいきだす言葉、そして今日第4章が運勢がどんどん良くなる言葉をお送りしたいと思います。人間にとって嬉しいことや楽しいことっていろいろあるけど、その中でも一番やっぱり人の喜んだ顔を見ることだよね。人の喜んだ顔を見ると自分の心にもパッと花が咲いたように明るくなります。それは誰の心にも愛があって、愛を感じると嬉しくなったり楽しくなったりするようにできている証拠なんです。落ち込んでいる人がいたら大丈夫だよって慰めたり、悲しんでいる人がいたら辛かったねって寄り添ってあげたり、苦しんでいる人がいたら頑張ったねって励ましたり、何かうまくいった人にはすごいねって褒めてあげる。そうやって人の心に火を灯すことをしていれば、周りから喜ばれ、神様からも喜ばれ、運がどんどん良くなっていくんです。大きな字で書いてあるんですが、人の心に火を灯すと、自分の心に火が灯る。愛がないと人間って生きられないね。次いきます。天に豊作を祈り、手は他を耕す。ありがとうを言おう。ワクワクする。冒険をしよう。農家さんは天に豊作を祈りながら畑や田んぼを耕します。自分でできることを楽しく頑張って、その上で神様に豊作を祈ってるんです。不安な気持ちで神様にお願い事をしていても決してうまくいきません。明るい気持ちで人事を尽くして天命を待つが大事なんだよね。周りにありがとうの感謝の気持ちを伝えながら、ワクワクすることにチャレンジしていれば、自然と運は良くなっていくよ。自分に足りないものは人を褒める努力。人のことを褒めるって簡単なようですごく難しいんです。すごいねとか、よくやったねっていうのはいいことなんだけど、毎回同じようなことを言ってると、相手もだんだんそれに慣れてきちゃう。そこで必要なのが人を褒める努力なんです。そのためにはちゃんとその人のことを見ていないといけないし、公正な判断も必要になってくるんです。ただが間違いなく、この人を褒める努力をしている人は運が良くなります。人を見る目が養われて、その上で周りからも慕われるんです。自分に足りないものは人を褒める努力。魅力ってまた何です？もちろん股間の股ではありません。また会いたいの股です。また会いたいと思わせる笑顔とか、一緒にいると楽しくなるというユーモアとか、癒される優しさとか、魅力にもいろいろあります。魅力って一つだけじゃないよね。足し算なんだよ。いつも笑顔でユーモアがあって、その上に優しいとか、魅力ってどんどん足すことができるから、人の魅力って再現がないの。人は努力次第でどこまでも魅力的になれるんだよ。魅力があれば全てがうまくいくから不思議。今日最後の言葉ですかね。明るく明るく、今日も明るく、明日も明るくってね。人の心って本当はいつも晴れ晴れとした青空みたいなもんなの。雲一つなく晴れ渡ってすっきりしているのが本来の状態なんです。それがいろいろなことを考えているうちに不安や
心配、怒りや悲しみといった感情が湧いてきて、まるで黒雲のように心の中の光を遮ってしまうんです。でもそれは心の中の光がなくなったわけではないんだよね。心の中に光はちゃんとあるの。だから困った時こそ明るくする。明るくしてたら心の中に湧いた黒雲が過ぎ去り、光が戻ってくるから。明るく明るく、今日も明るく、明日も明るく。今日の斉藤ひとりさんの読むだけで心が軽くなる幸せの言葉。中からお送りしました。そうですね。魅力があれば全てがうまくいくから不思議。自分に足りないものは人を褒める努力。天に豊作を祈り、手は他を耕す。ありがとうを言おう。ワクワクする冒険をしよう。とね。人の心に火を灯すと自分の心に火が灯る。愛がないと人間って生きられないね。今日は第4章、運勢がどんどん良くなる言葉をお送りしました。運が良くなるぞ、斉藤ひとりさん。ありがとう。おげんよう。